花盛りの今夜も行ってちょう。皆様こんばんは、花盛りでございます。こんばんは、ピーのりこです。はい、ピーちゃんね、はい、私このラジオ関西にね、はい、ご縁をいただいてね、はい、またあの人と人とのつながりっていうのを、はい、これをものすごくいただいたんですね。そうですね。まずここにゲストに来てくださった方たち、はい、熱かったね。熱かった。負けそうだったね。もうね、うん、本当に私たち2人でさ、うん、あちら一人と対抗してるって感じでさ、これ一人やったらやられて向こうもそう思ってるかもしれんけどねでね、やっぱりね、私はいつもね、はい、あの自分の能力とか力とかそういうものを超えてね、うんうん、これはね合わせていただいてるとか。そうですね。またこのほら今自体、はい、この喋ってること自体も別に喋りが上手なわけでもないのよ、普通にね。でもさせられてるとしたら、やっぱり何かね、私が生きてるね価値というか、なんかあるんだったら伝えていきたいなということで、うん、ミッションかもしれないですね。そうね、始まったのがきっかけだったんですけどね、はい。で、あのメンバーをね、私は一回みんな まとめて合わせてみたいよねっていうことがあったでしょ。ありましたね、過去に ね、 ね、はい、そしたらそれもパタパタって決まっていってね。そうなんですよ。2月にね、はい、実現しましたよね、はい、2月の1日だったんですけど ね、うん、ね、それをね、あの時の話はね、でも未だに思うんだけど、はい、本当になんていうの、今聞いても、うん、なんかこの人たちってやっぱりそういうそれぞれのお役があるんだろうなっていうことを思うんですよね、うんうん、本当ですね、はい、それはそう思います、うん、はい、今晩はね、はい、あのその番組をちょっとダイジェストで聞いていただこうと、はい、いよいよお蔵入りが、はい、出るんですね、思っております、はい、まあ、この番組も今日を含めてあと2回、うんうん、お尻から2番目の時にやっと流そうという、このなんて言うんですか、昨日素敵なね、この企画、自画自賛、いやいや、はい、これも全てね、意味があって集められた回でしたね、はいはい、そうでした、はい、この番組は元気と優しさをお届けしたいをテーマに毎週お送りしております。リンとピーの言いたい放題、言いたい放題、今日のテーマ、今一番伝えたいことということで、はい、2月1日の、うん、1日だったんですよね、はい、座談会のダイジェストを聞いていただきたいと思います。じゃあ長山さん、今一番伝えたいことは何ですか。今一番伝えたいことは、はい、やはりあの今のこの外交の問題を含めて、日本は一体何のための国なのかと、うん、いうことだと思います、うん、でもそんな大層じゃなくて、うん、日本の一番の根源は何かしたら、はい、やはりあの稲作だと思うので、稲作、うん、あの日本のその、まあ、陛下の1年というのは、うん、結局稲作中心のずっと祈りをこう込められてずっと動いていますから、だから日本という国はやっぱりそのお米を作るっていうことが一番大事だと思うんですね、はいはい、お米を作って、そこにこのお米と共に生きて全てがそこにつながっていくっていうことをし直さないと、日本の国が何のための国か分かんなくなる、うん、そうですね、やっぱりこの例えば今地方分権の問題あるんですけど、はい、でもまあ色といろんな方とお会いした時に一番怖いのは、じゃあ地方分権した時に根本がないと、うん、会社であれば支社が全部勝手なことやっちゃうっていう問題になりますね、うん、今度は、はい、そうするとじゃあ支社と本社があって、うん、じゃあ何をもってみんなが一つになってるかをちゃんとしておかないと、うん、分権分権でなった時に、まあ、先ほどの地方制度の、 あの地域制度の問題ありましたけども、うん、やはりその根幹があって初めて文献があるのかなと、うん、軸をぶらさずにこれから、というのは軸を、要するにこの日本という国は戦後、はい、軸をぶらせられてしまっているから、はいはい、軸がぶれてる状態の中で戻さない状態で文献するっていうことは、うん、いや危ない、下手すりゃ北海道独立ってなるし、はい、まあ、これはスペインもそうですし、カナダでもそうですし、うん、その地域が独立してしまっている、このインドネシアもそうですし、うん、その地域の独立という問題をずっと見てると、うん、やはりそこにその国家とは何かっていうのはすごく思うんですよね。やっぱりその日本が分権した時に、ではじゃ あの対馬はどこの国とか、うん、沖縄ってのはじゃあ琉球でどこの国だとか、うん、このだんだんこうおかしくなっちゃうんじゃないかなと。そうすると日本って何の国なのか、うん、日本の使命って何なのか、はい、そういったことをしっかりと同時にやっていかなければ、うん、はい、地方分権というものを進めると同時にそれが分裂という問題になるんじゃないかなと、うん、だからじゃあ
一番変わったことって何かって言ったら、結局もっとお米を大切にしていく、まあ、バカな話みたいに来るかもしれませんけど、いやいやいや 食というものと、うん、その農業というものを通じて、一番そこに日本という農業国家、うん、農耕民族の大和民族の根幹があるわけですから、うん、お米の生産をきちっとみんなでする、うん、そしてそれを今米粉でヌードルから何から食べてるわけですから、うんうん、まだ私もフードアクションすごい賛成で、もともとベトナムに行けばベトナムで大好きなフーとかね、うん、まあ、色とありますが、ね、うん、フォーとかね、あの結局米で全部作ってますよ、はい、米で餃子の皮みたいな作っちゃうし、うん、ヌードルも全部米ですし、うん、カンボジアもそうですよね、あの地域は、うん、だ日本だってできないわけないので、そうですね、全てお米で作る、うん、そしてお米の生産を増やしてお米で、うん、つまりマスコミもお米もお米の話題、うん、ほう、なるほど、すなわちその四季の移り変わりの一年の流れが、うん、お米のいろんなところでこう動いている、うん、しかしそれが結局きしいては、うん、岩内の中にですね、うん、天皇陛下のその一年送られる、送らせばされるその流れの中に一体化していって、うん、日本という国が何か一つの流れなんじゃないかなと、今ね、この前成人式で僕言っとった時に、はい、今の成人の人らね、笑み一遍もしてないんですよね。うん、バブルの崩壊して、あとそしたらね、うんうん、もうブランドもなんか買おうと、ね、そうですね。でみんなあの3足1000円の靴下と、はい、あれでバーッと満足しとるんですよ、うん、かわいいとか言いながら、うん、だから僕今チャンスやと思うんですよ、うん、そういう子らが現実問題としてね、うん、もうその今言ったように、まあ、倹約いうかね、うん、そういうその生まれながらにそういう形になると思うんで、うん、今の大きなチャンスやろうかなと思いますね。そうですね、うん、その目をねいい方にどんどんそれこそ褒めて育てていけば、そこやね、僕もう一つね、これはもう極端なあの提案ですけど、この頃はあの修学旅行なんかでよく海外行くじゃないですか、いろんなとこ、まあ、当然治安の問題とかがあって、その単純にそのどこでも連れて行きゃいいってもんじゃないんやろうけれども、僕はあの昔ね、うん、おじがまあフィリピンのレイテ島っていうところで戦死してるもんで、はい、それの慰霊団で13回ぐらいあのフィリピン行ったんですよね、はい、レイテ島も行きましたし、うん、あのルソン島とかいろんな、まあ、戦没地をずっと巡るあれで、まあ、慰霊法要というかで行ったんですけど、たまにねその遺族のお孫さんとか、うん、ひ孫さんぐらいの人が来るんですよ。僕らがまあ30前後ぐらいの時にまだ18とかね、うん、16とか18ぐらい、まあ、高校生か大学生ぐらいの子がたまに来てくれるんですよ。ほんでも大体遺族会だからその年配の人が多いんで、うん、若い人非常に貴重なんで、で 僕がまだ一番若かったぐらいでしてね、でそんな中に来てくれるのは最初はね、もうそれこそ朝のもう4時5時に、まあ、もうブルブルのバス乗ってその戦没地言うたらもうジャングルの中あの行って回るわけですから、もう結構肉体的にもハードだし、食べるもんもそんな大してね美味しいもんあんまりないんで、果物以外ね、でもなんでこんなとこ連れてこられたんやって顔しとるんです、あのブッスーしてね、その高校生の男の子なんかね、うん、ところがその別に僕ら何も言いませんけど、うん、現地のその、まあ、人らの一般の人の、その、いわゆる掘ったて小屋っていうのが、もう、ほんまにもう小屋ですね、小屋みたいなところに、端にもう、住んでて、それで言いながら、別に全然、その、先ほどインドネシアの話じゃないけれども、その、悲惨な感じはしないんですよ。みんなもう自由奔放にというか、非常に楽しそうに生きてるし、もう、あの、生きてはるし、その、笑い絶えませんしね。でところがそんなもん走ってる車なんて半分ドアが何もなかったりとか、そんなザラですし、豊かなんですよね、うん、ほんで、うん、ちっちゃいバイクに5人も6人もこんなしてね乗ってますし、だからそんな、まあ、非常にそれは物資的には貧しいですよ、その子供なんかでも大概裸足ですしね、もうあの大人のランニングシャツ1枚ベロンとパンツも履かんとちっちゃい子なんてそれ1枚なんていう子いっぱい、うん、そうした中でね、自然にこう、まあ、3日4日5日ってこう通学していくとね、帰り際になってきたらね、その子らの顔変わるんですよ、うん、でなんか僕もできることあるんじゃないかと思いますとか、うん、日本ってほんまありがたい国なんですねなんて言葉が、そこに、ね、その子らからボン来るんですよ、うん、別にそのこっち側が説教じみたこと何も言わなくてもね、自然にそのやっぱり目で見て体験して味わって空気吸うっていうのはものすごく大事だと、体験するっていうことはこれ非常に大事なことやなと、だから。